やり方を申したことは、自分の耳に、あるいは自分の体に、その生さっきの響きを聞いていくということであると思います。安全にお届けください。はい、ありがとうございます。コロナが始まる2年前に8年連続で関わらせていただいております。それはコロナの年に裁量っていうことで、はい、9年目に裁量を受けさせていただいたんですけど、コロナで幻の裁量になったもんだから今年こういう形を取るっていうので、私たちもこのコロナ禍っていう中でちょっと怖かった、どういう皆さんが反応してくれるのかっていうのは怖かったんですけれど、もう皆さん涙するようにして待ってたって言ってくれてね、びっくりしました。待っとったよって言って、で例えば今日なんかでもお寺さんばっかしの29家寺を回って吉崎までっていう形を取ってるんですけれど、普通のお家の前でもう待ってくれてる人たちのところは素通りじゃなくてちょっと立ち止まって壊れたんですけれど、通るんだったら接待したかったって言ってくれてびっくりしました。ありがとうございました。天上聖人様、聖人様、私ありがとうございました。
たら。降りる。
まだ主人様、そこそこ、歩けるかどうか不安やったし、喋れるかどうかも不安とか、だからそういう我がのことばっかりやったけど、やっぱお話車で行っとる時でもやっぱそのお参りされとる道行の方の姿とか見て、あ、なんか俺はこなそうと思っとったなと思って、うん、与えられた役割を、でもそうじゃなくてなんか本当に蓮如さんと一緒にこう聴聞させてもらう道中なんやなということは思ったかな。